ではね、これから2級土木施工管理技師の経験技術実地試験のね、これについて説明しましょう。でこの土木のですね、経験技術の2級っていうのはやっぱりね、他のものに比べて相当やっぱりね、格量が多いので難しいです。全然難しい。だけどね、この2級を通るとね、1級はもうほとんど一緒で、だ自分の書いたものをそのまま書けと、これはね、2級道具の特徴なんだ。だからここでしっかりと学習しておけば、1級の時の実地試験 もうその論文をちょっと修正するだけで、通ってしまうと、こういうことです。ですから2級ここで固めないと、どっちみち1級取るのは目的だからね。だから2級の次に1級取る、そのためにもやっぱりここでしっかりと学んでおかなきゃいけないということです。でここの書き方はですね、ものを考えるときに、この試験の対象は2級の場合はどちらかというと安全管理が中心なんですよ。だいたいね、75% はだいたい安全管理が出るんだ。2台出るでしょ。安全管理でもいいし、もう1台、これはね、60% はね、品質管理なんだ。だから皆さんは安全管理と品質管理をやっておけば、まあよっぽどのことがなくても必ずどっちかが出ると。だから最低だから安全管理は抑えてやる。それからもう一個は品質管理を抑えてやる。この2つをやっておけばもうそれほど心配ありません。このどっちかが試験に出てくる。少なくとも工程が出たり計画が出たり環境が出たりすることもたまにはあるんですけども、その時には必ず安全か品質かどっちかいますからね。ということでここでもね、そういう重点的にこう要点絞って説明しますので、安全管理とそれから品質管理の書き方、これをしっかりと理解すればいいと、こういうことなんですね。でこれからですね、具体的に説明をしていきましょうね。まずだから安全管理、じゃあどんな問題が出るんだろうとちょっと見てみようね。安全管理というのはですね、あなたが経験した経験記事だからな、経験した土木工事の字から一つを選んで設問1と設問2に答えなさいと、こうなってるんだな。で設問1っていうのは、ね、設問のこの1っていうのは何かというと、ね、工事の概要を書いてください。あなたはどんな工事をしましたかというですね、これを書いてくださいというのが一つのポイントですね。でこれはね、考えるんじゃなくて、これは皆さん工事終わってますので、これは何を見るかというと、皆さんが契約をした時の、工事をした時の契約書をですね、社長からでもいいのから借りてですね、そしてそれを参考にして自分のやった工事を書いて、何買うのかというと、こういったように工事名を書きます。で工事名は土木工事でなきゃダメですね。例えばね、よくあるのはね、例えばなんとか共同住宅になっちゃうんだよ。実際は何やったかというと基礎やってるんだよ。でその時は何々共同住宅基礎工事ってやらなきゃいけない。基礎工事ないと何々住宅なっちゃうと、住宅となっちゃうとこれは土木じゃないぞということで、この段階ではいご苦労さんってことになるわけだから、必ずここの工事名は土木の工事名であるように、たとえ建築の工事の前にある基礎工事だったら、ちゃんと何々工事の何やって何々マンション基礎工事と入れてください。そしたら土木工事になる。それからあとね、このほか注意しないといけない、鉄塔、鉄塔の工事は土木工事ありませんから、これも結構遅い、見ただけで鉄塔工事とか言ったところもアウトです。だからこれ鉄塔ときたら鉄塔基礎工事を書かなきゃいけないね。それからね、あと注意しないといけないのは、例えばコンビナートだとか上下水道のところあるでしょ、ああいうところのですね、公共性のあるその道路の下なんかの場合は下水道工事とか上水道の工事はいいんだけど、そういう私有地に入ったところの下水道とか上水道の工事、これは土木工事じゃなくて観光地の部分に入るんだよ。だからそういう種類が違うんで、自分のその土木の公共性の仕事のことであるから、道路の下を通る工事はいいんですよ。ということで、しっかりとまずはそのここで落ちたらほら面白くないじゃん、全然意味なくなっちゃう、学科試験から意味なくなっちゃう。だからこの工事は必ず土木工事であるということを
確認してください。いいですね。だから給水工事なんかはこれは土木工事じゃありませんからね、こういうところも違いますし、鉄塔の工事も違うし、それからなんとかマンション工事と書いちゃいけないし、ここは結構ね気遣って、ここのところ土木工事であることを確認してくださいね。それからね、内容だな、具体的にこういう、分かったと、何やら工事やりました、土木工事やったと、うん、これは OK 通ったとしよう。じゃあ今度はね、発注者ね、発注者はね、仕事には元請けをする会社に勤めてる人と下請けで勤めてる人がいるんですよな。そしたら元請けの人は例えば国土交通省から道路を請け負ったと言ったら発注者は国土交通省だ。ところが例えば A という会社がその仕事を受けたでしょう、元請けだでしょう。そしたらこの A の会社から仕事を下請けを受けたと、ね、B という会社は下請けを受けた。でその人これ書こうとしている人が下請けの人だったと。じゃあ元あの誰かどこを発注者にするんだと。そしたらその A の会社の名前を書かなくちゃいけない、ここね。だからここに役所が来るのは元請けの人で、ここのが会社の名前が来るのはこれ下請けの会社だというふうに読んだ時に判断するわけ。あの読んでる方はね、ここの会社は人によって元請けか下請けかによって違ってくるということも合わせましょうね。全部は役所じゃないよということで、自分の立場というものをちゃんと出してるから、その立場をちゃんと考えて、自分のやった仕事のポジションによってこう役所になったり元あの普通の民間会社になったりするという点に注意しよう。やった場所はいいじゃない、できるだけ詳しく書いて、東京都から何丁目とかやった場所分かるんだからね。例えば道路なんかの補修工事なんかの場合って考えてみると、どうか点々と仕事してるじゃない、あっちでもやる、こっちの交差点でも直したり、どっかでも直したり、歩道も直したってやるでしょ。そういうところに工事の一番最初の起点がある。例えばあの交差点から始まって次の交差点まで、そういう発注あの頼み方するので、一番最初の起点の住所を書くするという起点の住所がね、鉄道だとか高速道路の人の関係は何々区間ってある。例えば A 駅と B 駅の間とこう書けばいいで、高速道路だとインターチェンジ間を書く。そういうふうに距離によって、まあ、表現があるかもしれない、インターから何キロっていうのがあるんだったら、そういうあの距離表示っていうのがなってるので、例えばそういう表示ある。とにかく実際上に仕事があったということが大事なんですよ、結局ね。これは経験記述だから、ここのところはそういうふうに住所の分かる人は住所、そうでない距離の長いものをやってる人は使用書に書いてあるその位置のところを示せばいいと、こういうことです。必ずしも住所でなくても、その工事鉄道みたいな鉄道の駅と駅の間でもいいですよ。工期はですね、まあこれはあの経験記述だから、あの古かったら困りますかとかよくあるんです。そんなことないですよ。経験記述って過去のことだからね、だから終わってない工事があったらもうアウトなんで、もちろんだから必ず経験記述なんで、終わってれば年配の人が受けるというか古い工事だってあるじゃないですか。それはもう別に構わないんですよ、経験記述だから。だからこれは、ここの工期は古くてもいいですよとね、構いませんよ、こういうわけです。主な工種、自分がだからしようとする主な工種、例えばあの道路工事なんかでもさ、あの主な工種言った時にね、元請けだったら、道路工事だったら土を掘削をして、溶液をこしらえて、下水道をこしらえて、ね、排水口をこしらえて、それから路床をこしらえて、路盤をこしらえて、舗装しなきゃいけないね。これみんなこう入ってる。そしたらこういうところはどちらかと、主な工事は全部含まれたのはこれは道路工程。ところが下請けだけで、私の会社は舗装だけやっただけだと、ね、路盤と表層と基礎やっただけですと言ったら、ここはさ、主な工事は何やったのって言うわけ。普段私はだから舗装をやりましたと言ったらさ、ここは舗装をこうなるわけね。だからあのここの主な講習っていうのは、自分の会社あるいはこれから書こうとする文章のが何を書いてるのか、何をしたのかということを明確にする。だからこのパッと見た時に、あ、この人はこれからこれを書こうとしてるなということが、書こうとしてるものがこう分かるわけだ。これは分かんないからね、この内容と論文が一致してなきゃアウトなのだから、このように例えば下水道敷設工事と書いてるのにね、河川の掘削を書いてあるのダメに決まったでしょ。だからそういうこの下水道の敷設工についての作業について書いていくわけだ、これからな、作業について書いて。でここ分かったね。だから主な講習というのは、
これから書こうとしている工事を書いてください。実際にあなたのやった工事を書いてください。それからここはね、注意しないといけない。ここにね、工事って付ける人いるんだよ。工事って。だって工事ってここに書いてるんだから。ね。工事名ってのはここで書くんだから、何やら工事って。またここでも工事、舗装工事って書いてる。舗装工だよ。何々工。ここら、工種と書いてるんだよ。これ工事って書いてないでしょ。何々工って書くの。だから、ここのところは、舗装工だとか、ほら、下水道管敷設工とか、こう止まってんの。これ工事って入れちゃいけないの。これダメこれ。ね。これはもう大原点だ。だから、論文の書き方は分かってないって。形が分かってない。ね。ダメよ、ここ。ということで、何年にこうで止めよう。はい。それから、この施工量。これと関連しなきゃダメよ。だから、下水道だったら、下水道のことはここに書いてないと。ね。で、そのと書くときに、下水道なんかだったら、直径、ファイ。400ミリ単位、これ。直径でもいいし、ファイでもいいな。400ミリの管。ね。例えば、VU 管を617メートル、これまあ延長と書かなくてもいいですね、メートルということで、長さであればメートルを、それから数値、ね、埋め戻しの度量だったらこうやって立方メートルと、長さだったらメートルだな、これだね。それから面積だったら、例えば舗装なんかだったら面積だったら平方メートルだな。土を掘削したりコンクリートを打ったりするときは立方メートルだな。こういうふうに必ずこういう単位がついてないといけない。作業したときにね。だから書くときにそういう点に注意しよう。ここポイントいい。だから何を何立方、こう数値が来て、そして単位がちゃんとついてないとダメよと。ね。土工量とか言うけど、土工量何々だけど、土工量なんとか立方メートルまで書かないと手振りません。ですから施工量ですから。施工量だから。ちゃんとメートルとか平方メートルとか立方メートルとか、鋼材なんかなんかだったらトンだな、何トンとか43トンとか、そういうふうな形できちっと量を示さなきゃいけませんよと、そこを見てると、こういうね。はい、それから最後にこの立場で、ね、あなたどういう立場、これは運転手とか作業主任者、ああいう技能系はダメなんですよ。ここは管理系を書かなきゃな。現場主任とか現場監督だとか現場代理人だとかね、だから副代現場主任とか、まあそういうここの立場はあくまでも管理上のあなたの立場だから、管理上の立場だからな、そういうところに注意しよう。こういうことでですね、これをしっかりと書けるということがまず合格するための絶対条件なんですね。この説明書のところいいね。じゃあこれをですねちょっと見ていきましょう。はい、いいですか。これ間違えちゃいけないな。でこれはだから国道16号線松戸地区改修工事と、でこれは工事でちゃんと道路工事は OK、 ここは国土交通省、千葉国道事務所、これも OK で、松戸市内にちゃんと書いてある。で、こういう21年9月31日から、21年11月とか、あ、これも工事終わってるの、完了してる、終わってない工事アウトだからな、終わってるな。それから主な工種、あ、この人は切削オーバーレイ工事、要するにアスファルトが、ね、デコボコになったんで削り取って、その上にアスファルトを打ったんだと、切削してオーバーレイ、切削をしてオーバーレイしたんだなと、すぐ分かる。でこれをこれから書こうとしてるということは分かるわけね。じゃあどんだけ成功したか、施工量だ、だから切削ときてるから、切削面積が4300平方メートルってきてるでしょ、面積が。でオーバーレイで上かけるんだから、どんなにかけるか、排水性舗装面積4300平方メートルの排水性舗装を行いまして、まあ、こういう方、そしてここのところ立場は現場監督ね、現場監督員、まあ、監督員はいらないかもしれないね、普通はまあ現場監督、ね、うん、ですね、現場監督と書きゃいいかもしれません、まあ、こんなような例があります。じゃ続いてね、この概要が終わったら説問の2のに入ってくる。説問の2だと、これよ、説問の2って、これ形見てみよう。形のところはね、いい？これ、一番最初は課題を書いてくださいって、課題。この課題って言うんだ、これ、技術的課題と言われてるんです。ね。だから、感情的なものじゃなくて、技術的でなくちゃ。例えば、技術的って何かというと、工程と品質と安全とか環境だよな。だから、工程だったら、工程管理だったら時間のことね、工期を短縮したとか、品質だったら路床の品質を確保したとか、
安全だったら労働者の安全を確保することを課題としたとか、ね、環境だったら地域の環境を保全することに留意した、もう決まってんだよここのところな。だから技術的な課題といったらそれは何かというと自分のやった行使における中での工事の工期だったら路床の工程の確保に留意したとか、品質だったら路床の品質を確保することに留意したとか、路床の安全だったら路床の施工時における労働者の安全を確保したとかさ、ね、環境だったらこれは工事中の第三者の安全をどうやって確保したとか、まあ、こういう形なんて技術的課題ってあるんだから工程安全品質環境、まあ、こういう試験に出た問題に対して書くということです。いいですね。でここはね大体7行あるんだよ7行ね、そしてね次がね2番なんだこれ課題を解決するためにここは一番難しいんだ検討した事項いいそれから理由内容この3つを書かなくちゃいけない検討事項検討理由検討内容だから検討事項検討理由検討内容ここが全部で11行あるんですこんな試験ないんだよこんな難しい試験11行あるここ7行あるな11行でこのここの書き方が大体まあ難しいからなかなか取らないわけで難しいなで最後にですねここまた7行なんですここねでこれは結果を書くここの結これが書けたらこっちはすぐ書けるここだからここのところの書く書き方を注意しないといけない書くでこのどうやって書くかというと一番まあ概念的にバッと見るととにかくこんだけの文章書かなくちゃいけない7行11行全部で7行書くってなだからこれを書くときにある程度これから説明するけど区分けして書くこれ全部、はい、11行どうぞって渡されたらちょっと書けないだけど区分していくとあなんだ実際上は3行ずつ考えりゃいいんだということは分かってくるわけなだから区分するということで考えをまとめてくるだから区分していくこのここには何を書くここには何かことあらかじめ区割りを先つけちゃうそうするとあとはそこは文言あの実際に工事やった皆さんだからやったことからを書いていけばいいわけだからねだからこの区分の仕方を区別の仕方をあるいは区分の仕方をしっかりと理解をしながら真似して書いていくとこういうことだからだから最初から全部自分の文章書こうって無理よだからこ のテキストに例題がね全部でもうたくさん載ってるから一番近い例題実際書いてみてでそれを自分のデータに修正していけばいいんだよ最初から全部ね書き起こすってのはそれはね大変なことですよだからいくらかいろんな形で例題が出てるのでその中から一番近いやつをまずモデルにしてで俺の行為だったらここは80平方メートルだったけど俺は360やったなとかさそういう置き換えを少しやっていって俺は路床じゃなくて路盤やったんだ路床のところ路盤と書き換えてみたりとかさそういうことをちょっと修正しながら自分だけの文章ができていく最初から全部オリジナルで作りましょうって言ったらこれはもうゼロから始めるのは大変なことですよだから、このテキストの中にはそういうようなことを含めて例題がちゃんと出ているので、そういう見方でやってみてくださいねだからだけどそうは言ってもポイントはどこなんだということになるわけね、じゃあここのところ見てみよう例えばねもう具体的にやらないと分かんないんだろうだから例えばこういうこと考えようコンクリートの品質を確保することが課題であった例えば何か品質管理だったでしょうよなだ例えば寒い時だったとね、施工の時期は寒い時だったとでこのためコンクリートの品質を確保することが課題であったでこれ技術的課題なの寒かったんでコンクリートの品質を確保することが課題であったとね、前の工事が工期だったら前の工事が遅れてたのでその工期を回復することが課題であったとで危険なあの足場を使うので足場の安全を確保することは課題であったというのがここの課題なんだなそういう課題が割合簡単に取り上げられるのこうやってね問題はここに来たとここだよその課題をどう取り扱うかというとここではね2つの作業に分けるわけ2つの作業この2つの作業のわけ2つの作業例えばねどういうことかというとコンクリート考え今コンクリートやってるんだからコンクリートの作業を考えてみてコンクリートだったら、コンクリートさ自分これが打とうとするんだよでどういう作業あるかなと思ったらまずはアジテータートラックをやってきたずっとコンクリートを下ろすわなそしたら皆さんは
コンクリートの品質を確認するためにスランプ試験だとか空気量試験なんかやるわけね。実際はやって、実際やったことなくてもそれやったことになるわけ。結局来て降りてきたらそういう試験をして材料を確認するね。そうでしょ。それから材料を確認したら今度はコンクリートを運搬しなきゃいけない。その時にあの高さ 1.5 メートル打ち込むようなコンクリートは 1.5 以内、それ以上広いと材料無料を切るからな。だからどういうシュートを使いましたか。斜めシュートを使いましたか。縦シュート、縦シュートだと材料無理が少ないよね。だからそういったものを使ってやる。そういうまずはコンクリートの打ち込みがあって、で今度締め固めじゃない、締め固め、これバイブレーター、バイブレーターっていうのを垂直に差し込んでゆっくりと引き上げる。早く引き上げたら、ね、材料分に水だけ溜まっちゃう。だから入れて引き上げる。それから次行く感覚、バイブレーターとバイブレーターの間隔、この間隔、これは60センチ以下だったよな。だからそういうようなことをね、書くわけ。だから運搬打ち込み締め固め養生とかあるじゃない。だからここでは2つだけ作業を挙げて、この2つの作業っていうのはコンクリートの場合だったら、例えばここであればコンクリートの打ち込み作業とコンクリートの養生作業と考えればいいわけ。だから2つはどれでもいいんだよ。養生打ち込みだっていいし何でもいいんだよ。だから普通施工する時の2つの講習について考える。1個だけだと論文長くて書けないんだよ。だから2つ考えて、ここだったらほらコンクリートの打ち込み作業とコンクリートの養生作業について書こうと、こう考える。そうするとね、この11行の文章はわずか半分に切れちゃうんだよ。上のこの1行はね、品質管理だったら品質管理を確保することに次のようにしましたって書くから、実際に1行ないんだよ。だから10行しかないわけ。10行だったら5行5行に分かれるから、もうこれでな、5行10行、11行しかないんだ。1行がもうないので5行、そしたら1個はコンクリートの打ち込みについて書いたら終わり。5行、ここは5行はな。でもう1個のこっち側の方はコンクリートの養生について書いたら終わり。だから5行ずつ区分すればいいってこと。だから2つの作業を考えればいいわけだ。でその後これ書いた後何書くかというと、ほら今度検討の理由を書かなきゃいけない。検討項目、打ち込み作業とここ書けたよ、こことここ書けたよとな。そしたら打ち込みの作業と養生だけできたと。残り4行残ってるから何書くのって言うと、あとほら4行あるから2行2行で検討理由と検討内容を書かなくちゃいけない。検討の理由って何っていうと、検討の理由は初期ひび割れを防止するためとかさ、打ち込む時ね。それからコンクリートの耐久性を確保するため、これ品質だからな。こういうこと書く。例えば初期ひび割れを防止するために、じゃあ何検討したかというと、これで一番一番だな。この打ち込み時間を検討した、打ち込み温度を検討したな。例えば打ち込みの温度だ、こういうのを検討する。要するに貫中コンクリートだったら、だいたい5度から20度の間で打ち込んだなって、温度管理しなきゃ。だからコンクリートの温度を管理しなきゃね。それから、打ち込む時の例えば感覚だな、そのバイブレーターの感覚、まあ、そういったことをその打ち込み時に、まあ、注意すればいいですよと。それからもう一個は養生の場合はほら要するに上に養生マット引いてさ、水かけてさ、乾燥しないんじゃなくて直射日光当たんないんじゃなくてね、風に北風に当たんないんじゃなくて、まあ、そういうことを書けばいいですよ。まあ、こんな風に大きく分けて2項目をここを立てる、2つ立てるっていうことを考える。だから11行あるけど1個はコントロール行といって、要するにこういうことを検討しましたよと書いてある。で残り10行残るから、残ったのは5行5行で、その作業のことについて2つずつ書けばいいな。で今度はね、3つ目のところ来るんだけど、ここのところに来るときに何書くかっていうとね、ここのところは例えばここで言ったらね、打ち込み温度や間隔を検討しましたと、こちらが養生シートをかけることを検討しましたという考え方だけ、方針だけ示すんだよ。考え方とか方針ね。だけどこっちはどうするかというと、どんなふうに書くかというと、打ち込み温度は5ね、初中であれば30、ここだったら貫中コンクリートだったら
5度から例えば20度に20度を確認しましたよということで、温度を指定した温度をここに書くわけ。それから打ち込みの間隔だったらこう60センチとここ入れるわけ。だからこういうふうにここは結果を示すわけだから、必ず具体的な数値がなければ、こういう数値がなければね、ここで言ったことは数値はいらないけど、ここで数値を使うわけね。それがあのコツなの。ここでは数値を使わなくて考え方だけ、打ち込み温度を測ることを検討しましたと。でこっち側で測った結果、5度から20度で打ち込みましたと数値が、ここは打ち込み間隔を検討しましたと書くんだ。こっち側では60センチ以下で打ち込みましたという数値が入ってくる。この違い、こっちは考え方、こっち側は数値がある。だからこっち側は具体的な数値が見られてるし、こっち側は考え方が見られてると。これとこれでセットで一つの作業が終了する。こっちは考え方、こっちは実際に行ったことね。そういう組み合わせを考えていけばいいよ。さあそれは具体的にね、どうやって書くか、書き方考えてみよう。さあいよいよ始まるんだよ。まずこんな考え方だとこうでしょ。工事する時の考え方だとこう考えればね、溶液コンクリートの品質を確保するために、いい溶液コンクリート、皆さん溶液は知ってるよね。溶液コンクリートを確保する、品質を確保するために、打ち込み作業と養生作業で、をすることを考えたと。こういうまずストーリー考えんだよ。何を書こうかすることを明確にするの。これから何書こうかとするというと、コンクリートの品質、溶液コンクリートの品質を確保するために、私は打ち込み作業のとそれから養生作業について、品質を確保することを考えようと、こういうふうにまず一つストーリー考える。そしたらこの書き方が、これがほらちょうどね、検討の内容のところの項目になってくる、検討項目になってくる。これだけをセットで考える。そしたらこれをもう簡単に、やっていけばいいので、まずどうするかというと、一番最初、まずは技術的な課題だな。技術的な課題が一番出てくる。そしたら技術的な課題のところで必ずこれ、本工事は何かって、これこっから始まります。本工事は、ね、全部7行あるけども、まず本工事から始まる。で工事の概要を示すべき。例えばこの工事は今、切削オーバーレイ工事だったからな。だから都道28号線の山吹地区の交通を緩和するため、2車線を4車線に拡充する、拡幅するもので、これに伴って高さ4メートルの鉄筋コンクリート擁壁を施工するものであると。だから何を作ろうとするのかという、そういうところをちょっとここを書けばいいな。本工事は何を作るものであるかとね、こういうの工事の概要って。だから本工事、皆さんの場合ね、本工事はどこそこ区間の下請けであったら、どこそこ区間の何メートル区間をの路障をですね、こうこうこういうふうにするように、する工事だった、どういうことを書けるしね。ということ、自分のやった工事について、まあ1234行ぐらいでまとめようとな、ということで、今度はね、ここは本工事でしょ、ここは工事について書いたの。今度は施工について、これが考える、課題書かなきゃいけない。課題を施工にするにあたってね、平均気温が4度以下、要するに 今は溶液コンクリートをするんだよ。非平均の気温が4度以下となることが予想されたため、まあ寒中における溶液コンクリートの品質を確保することを課題とした。わかるね。寒いので品質を確保するのどうしたらいいか考えたと、こう言ってる。だからこれで一つのブロックは終わる。だから大きく分けて7行のうち4行は工事、本工事はどんな工事だったかということを書いて、で施工に残り3行は施工にあたり、こういうことだったので何々の品質を確保することに留意した。安全だったら、施工にあたり足場高さ、20メートルの足場を使ったので、墜落防止するために労働者の安全を確保することを課題としたとかさ、工程だったら前の工程が20日間遅れていたので、その工程で6日間の短縮する必要があったとかさ、することは課題であったとか、こういうことを書けばもういくらだって書けるじゃん。ということで、ここには工事にあった概要と、それから施工にあたって何を確保することを考えた。労働者の安全なのか、品質を確保することなのか、工程を確保することなのかを課題を明記する。ここが皆さん書けると思うんだな。いいですか。ということで、この一番最初の3分の1の部分は終わるわけだな。
これは課題、技術的な課題の書き方は工事の概要と、それから施工にあたってと、もうこれもう決まってるから、ここへこれを入れれば43ですぐに何でも書けると、こういうことですな。今度はいよいよ11行だ。11行のところどういう使い方をするかって、ここはね、1が挙げといて、1行はもうこれは皆さんが使うというよりか、コンクリートの品質を確保するために次のように検討したという、これを書くわけ。これね、もう紋切り型、こうやって。コンクリートの品質を確保で次の検討者、これはこういう紋切り型が入ってくるので11行はあるけど1行目はもうこれはこういうこと、安全の問題が出たら労働者の安全を確保するために次のように検討したな、工程だったら工程を確保するために次のように検討したと、こう一番上はもうそういうふうに使うから残り10行しか残ってない。そしたら作業2つあったでしょ。そしたらここにほら5行5行とこう区切るんだよな。そしたら先の作業項目のとこ位置を入れるんだよ。作業項目一応ここいる、ね、なんだけど作業項目今の場合だったら例えば打ち込みだ。でここの理由と検討、これだからもう4行しか残ってないんだよ。これ1234行しかない。だからこれ4行の中にこのなんでそれを検討したのか、どういうふうに検討したのかという内容と検討と内容をここに書き込んでいくということだ。ここも同じだな。ここも理由とそれから検討内容をこの2行2行で書き込んでいくというわけだ。その時にね、ここに何を書けばいいかっていうと、まあ、基本的には材料のことを書いたり、それから機械のことを書いたり、それから広報のことを書いたり、書く内容は大体も決まってるんだよ。材料とか人とか機械とか広報とかこのことをここに書く。そうすると11行の一番最初はこれだ。ほら1行を開けてコンクリートの品質確保で次の検討した。これはもう皆さんの行為じゃなくて、これは問題が与えられたらみんなそこ決まっちゃうんだ。残り10行だけ見るとこうやけどな。2つあるから、1行目はいコンクリートの打ち込み作業について、まあ、検討した。これ1行だからほどおしまいだよ。何についてやったのっていう項目だ。これがこれは検討項目1行でします。検討項目は1行、打ち込み作業について、打ち込み作業について何で考えたかという理由と、理由はこうだから、非平均気温4度以下のため貫中コンクリートの打ち込み温度5度から20度を確保するためにと、だからこの温度を確保するためにと、これは理由だ。寒いからね、 寒かったんで温度を確保する必要があったと。で検討した、あと後ろ何したのってこういう理由があったので、発注時にコンクリートの温度を指導し、打ち込み時における温度を確認するよう検討した。だからこういうふうに打ち込まなきゃいけない。そんたら運搬する時にやって冷えちゃうじゃん。だから高い目に頼まなきゃいけないわけよ。だからその時の温度をね、入炉指示の温度を確認するように、打ち込み温度を確認、温度書いてないでしょ、打ち込み温度を確認するように検討する。これで終わりなんだよ、2行2行で。で養生の方はどうかというと、養生って知ってるよね。コンクリート水かけてさ、打ち終わったら水かけて、ある期間置いといてね、振動したりかけないようにしてね、置いとくということだな。で特に 北風の場合だったら風の当たらないようにしなくちゃ、夏だったら直射日光当たらないようにしなくちゃいけない。だからそういうことです。そしたら貫中コンクリートとして、養生、これは養生作業だ。これ1行はもういらないんだよ、ほら。ここの部分はもう決まってるんだから、ほら。こういう打ち込み作業と養生作業と書いてあるんだ。これ残り4行しか残ってない。ね。だから、この養生について4行書く。理由とそれ。なんで、そしたら貫中コンクリートで養生するときさ、北風を防止する必要があるでしょ。だって北風吹いてるんだから。だから、水道からコンクリートの打ち込み後、ブルーシートで型枠及び天板部分を覆うための単管パイプを組み立てるように検討しました。ということだった。ここ の水色のところは理由だ。後ろのところこういうことがあるので、こんなふうなことを検討しました。北風が吹いてくるので、ブルーシートを立てるようにしました。検討しましたというだけだ。わかるね。上のところはね、打ち込み温度が法律で決められているのは5度から20度だったので、じゃ あの実際に打ち込み温度を検測して確認するよう検討したんだ、まあ、こういうことがその問題だって。じゃあいよいよですね、最後じゃあここまで来たから、これを置き換えたらどうなるかっていうことは、この結論だな。結論の部分に行くわけ。結論の部分は全部で7行あります。7行あるけども、ここの1行はここの1行は検討の結果、次のように施工した、次のようになりましたって、まあ、結局はここは
皆さんの行というよりかは誰でも書かなきゃいけないことはな、検討の結果、要するにここで検討したんだ、前のところで検討の結果どうなったかって結果を書くんだから、だから検討の結果はね、次のように過ごした。どうす、でここは数値がなきゃならない、数値が、ここはな、数値がなきゃならない。だから2つやったでしょ。だからネディミストコンクリートを13度に指定して、ほらここ13度でこう数値入ってるんだ、13度に指定して、全アジテーターチャーについて温度計で10度から11度を確認して断絶した。ほら、ここ数値がある。だから、温度を指定するよう検討したときだ。じゃあ、どうだったのって言ったら、13度に指定して、実際に打ち込んだのは、まあ、2度か3度下がるので、10度か11度を確認して、今回で打ち込みました。ただ、そんだけのと。で、こっち側はどうかというと、溶液天馬工具に単管を渡して、ね、溶液全面に128枚、数値。128枚のブルーシートで置いて保温したということだ。これ保温だから北風だけどうやって北風で防いだかというと、そして以上でコンクリートの品質を確保した。でこの2つでもって温度を管理し風が当たらないようにすることでコンクリートの品質を確保しましたよという流れになるわけだな。ちょっと見てみようか。でこれとこの関連、ここのところの関連をちょっと見ておこう。ここのところは、ここのところは打ち込み作業、これは変わらないな。ここの打ち込み作業について、打ち込み作業についてね、貫中コンクリートの打ち込みではこうやって決まっていたので、現場では打ち込み温度を測って確認するよう検討したんだ。でどう検討したかというと、ここのところは13度に指定したんだ。これ指定した、して何度に指定したか、ここ書かない、こっちは書いてある。13度で指定して、全アジテーターについて温度計で測って10度から11度を確認してコンクリートを打ち込んだ。だいたい打ち込むのだいたい貫中コンクリートで10度ぐらいだからな。だからこれでいいです。でこっち側の方はさ、貫中コンクリートで養生するときに北風を防止する理由からね、コンクリートの打ち込みのブルーシートで、片枠天板分を覆って単管パイプで組み立てるように検討した。そしたらここのところどうしたかというと、溶液天板工具に単管を回してね、そして溶液、全面に128枚のブルーシートで覆って保温したということで、これは北風をこれで防いで保温したということの2つを、これではここに、これはここに、こっち数値それぞれ入ってるこうやって、できるだけこういう数値で、数値のない場合でもちゃんとここに専門用語入ってるからな、ブルーシートでだとか単管だとかね、天板だとか、まあ、こういうちゃんとした専門用語が入ったら、例えばこう128枚なくてもいい ね、 ね。だから専門用語か、あるいは数値をいずれかをちゃんと書く。まあ、数値が一番かん簡単というか、手をもらいやすい、ね、ということです。まあ、こんな風にしてですね、記述をしていけばいいということなんだな。それでは、ね、最後にね、具体例を、重要な例をね、ちょっと見ていきましょう。全体としてはこういうその文章としては、最初にね、ここだな、最初にあるようなこういう技術的な課題というのが一番最初に来て、2つ目の段には検討した内容と理由とかって、こうここで検討した内容はこういうことな。そして最後のところでは対応した処置結果だな、これについてこう求めてる。これ3段にこう分かれてるな。でそしたら一番最初どう書くかというと、工事の概要を書いて施工するにあたりを書くということから、この技術的な課題っていうのは、例えば今の場合だったらオーバーレイズだから排水性舗装の品質確保に留意したというふうにここに来るんだけど、そこまでちょっと見てみような。そうすると工事の概要は、例えば国道16線松戸地区の季節表層を切削して、新たに排水性舗装4センチを圧をオーバーレイするものであるということだな。そして施工にあたり、ほら、こっち、これは工事の概要だな。施工にあたり、切削後に施工するアスファルト混合物の密着性及び表層の品質を確保すると。このため、特に排水性舗装の品質 を課題とした。こういうわけです。これ7行だね。これは施工にあたり、ここは工事の概要。でこれは3行、4行になっている。それは皆さんの都合によって変わってくるな。それから今度、ここはポイントだな。まずこの排水性舗装の品質を確保するために2つの作業を考えなきゃ。ここがポイントだ、一番大事なところです。で作業は何かというと、ここのところではタックコートについてとなって、タックコートについてというのは作業項目。もう一つは何かというと、転圧作業についてと。だからまあこの排水性舗装の施工をするときに、まずタックコートをかけて、それから転圧をするわけだから、
その時の手順をちゃんと2つ挙げて、タックコートにはこんなものを使ってこんなふうにやったということを書くわけだな。で、電圧する時はこんな機械を使ってこうやって締め固めたとこを書けばいいわけだからな。で、最後に品質が確保できましたよ。排水性舗装の品質というのは空輸率は大体 20% ね、これは確保できました。締め固め度だ、それからね、でこう書けばいいわけ。はい、ということで考えていくと、ここのところはいいですか、まず最初はこの1行のところは、しょうがない、これ2行取っちゃったんだよ、ほら2行、こんな2行になっちゃったんだからね。排水性舗装の品質を確保するために次のように検討した、これでも2行になっちゃうんだな、これ。まあ1行でもいいんですけど、でここのところはね、1番タックコートの作業についてと書いて、でこれは季節アスファルト混合物は路面切削機を用いて所定の深さに切削し、十分に清掃した後タックコートをするよう検討したと。で切削して清掃した後やったと。でこれちょっとね、本当は仮想との密着をするためと、こう理由がちょっとないんだよ、ここな。だからこういう時は本当はこういうのを加えた方がいいんだよというわけだな。だから仮想との密着化するため、季節アスファルト混合切削機を用いて所定の下に十分に清掃した後タックコートをするように検討した。あったら完全だな、まあ、これなくとも点は合格はしますけども、理由があった方がいいということだな。下はちゃんと理由ついてるわな。点圧作業についてきて、で表層はポーラスアスファルト混合物を用いるためだなって、こうちゃんとためとついてる、これ理由だ。持っているため試験施工して点圧後の締め固めと、それから空撃率および現場透水試験により透水量を確認するよう検討したと。こう来てる。そしたらこちら側の方は何かというと、清掃してタックコートをかけるとどうなったかと、こっち側だな、検討力は次の順で引いて、これはもう1行目はしょうがないから7行あるけど、1行目はこれをこう。で路面の切削機は自動制御により施工し、切削機のダストをスイーパーで除く機械だな、これは道具ちゃんと専門用語書いてる。でタックコートPKRT を 0.5 リットルパー平方メートルします。これ数値が出てるね、散布します。2のところは混合物の敷き慣らし温度、ここ敷き慣らしな、150度で二次点圧6回、数値入ってるな、温度6回仕上げて80度で締め固めて、コア抜き取り検査でちょっと見にくいけども締め固め度 94%、 空撃率 20% で加工しました。これ品質だから、この品質をここに加工しました。まあ、こういうふうな仕上がり方をなってくるよと。ほぼこれ完璧だな。こういう文章に書ければいいということを参考にしながら書いてください。本工場、安全管理な。施工延長、617m、関係ファイ400の、高視点下ビニール管、この3号、人工8基設置するものだ。だからこれは工事の概要だ、こっちは工事の概要ね。本工事はこういう工事でしたけど。で、施工のあたり。地盤がスラジ盤で地下水の高い区間だったため、掘削中にボイリングが生じる恐れがあった。このため掘削時の労働者の安全確保を課題だった。バシャーッと掘削したところが壊れてくる恐れがあるね。そこで労働者の安全を確保するということで、ボイリングの恐れがあったので労働者の安全を確保することが課題でした。だからボイリングが問題分かってくるな、ボイリングを止めなきゃいけないということだからな、水抜かなきゃいけないってこと。そしたらここまでね、労働者の災害予防を入れているため次の検討、これはもういいじゃないですか。ここは必ず書かないで、こういうことはここを受けて書かないで。で何を項目として挙げたかというと、ほらボイリングの発生の対策、これ1個だな。ちょっと違う色で書くか、ここだな。発生、要するにボイリングの発生の対策、もう1個は何対策したのかというと、ドライは要するに水を抜いて掘削しないと危険だから水を抜く作業と、この2つの項目を安全上取り上げましたよと。でここでは例えばボイリング発生対策として、敷設開始点から130m、156m の区間は地盤が往上で地下水が高くボイリングの発生するあったので、根入り深さを長くしてな、高野板工法を用いることを検討した。ここでは高野板工法を用いたから、高かったのでボイリング恐れがあったのでという理由だな。この高野板工法を用いることを検討したということだな。ここで検討した高野板っていうのは、実はどんだけの長さのところ、ここで高野板長さ6メートルの高野板とか、根入り深さ3メートルのと、ここで数値が入ってくる、こう数値が、ここで数値がどんな高野板、ここは高野板を用いるというだけ でこっち側はどんな高野板を用いたかを示すと、まあ、そういう書き方すると、よくね、同じものを書いてる人はこれダメなんですよ。こっちは数値がちゃんと、入ってないという。だからドライワーク、
でこれはね、コスタク中のボイリングを防止するためにこれ理由だためにウェルポイントで地下水を低下させ、掘削度は2段で地上に搬出するように計画した、ね、2段張りだな、ここに1段設けてここで掘削して上げた土地をここで上へ捨てると、まあ、こういう2段張りをこうやりましたよということだな。で具体的に、さっき言ったように高野板はこういうふうにして同士をこう組み立てて掘削場は高野板で辺境常時この安全の場合は点検という言葉はどっか書かなきゃな。点検ね、これ点検になって常時点検するね。そうしないと危険だから、安全は点検が大事です。点検が大事ですよ。だから具体的な数値とどっかで点検という言葉を入れましょうね。でまたの人力床掘削時はですね2メートル間隔に植える2メートル間隔のウェルポイントでテープをあのドライ状態として、掘削を打撃を1段設けて搬出し労働災害を防止、最後はね最後は品質管理に対してこっちは労働だから、労働災害を防止した。これが最後の締めだな。労働災害を防止した、まあ、こんな風にあの流れとしてなってくる。だからポイントは自分の作業のところで作業項目を2つ挙げて2行2行で理由とそれから実際に行おうとすることでこっちが行ったことその行おうとしたことに対する数値の裏付けをここでやっていくと、これがあの合格するための答案のルールなんで、それではこれでですね説明を終わることにいたしましょう。